諸君と私と一緒に一つのコミュニケーションとして親子以上にこうちぎりを結んで、これから、まあ、千日間いるつもりだが、ご承知のように千日をもって初心とし、万日をもって極めるということが極真である。そういうことで、この場は難行修行苦行の場である。逃げるのはね、諸君たちの自由だ。嫌だったら手で追っかけはしないよ。嫌だったらやめたらいい。ついてきたいならばどこまでもやっておくと。男の勝負や、ここは。だからね、奉仕なき一つの牢獄と思ってもいい。毎日多少でもね、規則を破るようなことがあったらね、直ちに出ていってもらうから。ただし一言、私は好き加えるんだがね、早く階段を登るようなことはしないでもらえた。ゆっくりでいいからね、間違いなく覚えて、間違いなく強くなっていく。一つ、頑張っていってもらえた。わかった？今年の新入生は14名。その1日は早朝稽古から始まる。ランニング、剣立てと膝屈伸をおのおの250回、縄跳び1000回、カエル跳びやアヒル歩き、タウンダッシュなど1時間半に及ぶ。禁酒、禁煙、禁欲などの厳しい規則と激しい稽古の3年間をあえて選んだ若者たちの心境は、ここに新入生の母親が大山館長に宛てた手紙がある。この度は息子新太の入寮許可をいただきありがとうございます。面接も入寮式も父親が参りまして、その度にお母さんは承知していますかとのご質問がありましたそうで、それでは母親の意向もお伝えする必要があると感じ、一筆したためさせていただきました。新太が18年の人生で自ら選択したのは極真会の空手だけです。小さい頃は体も弱く、家では親の保護のもとでベソばかり書いている子でした。それゆえにこそ可愛い子には旅をさせろと新太を送り出した次第です。次の息子との再会には一回りも二回りも大きくなっていることを期待しております。どうぞよろしくご指導くださいませ。正座して、新前礼。おっす。我が師匠、良君。よし。我らは難行苦行の修練者として、心らの汚れを持たず、常に基礎を清潔に保つこと。よし。我らは難行苦行の修練者として、心らの汚れを持たず、常に基礎を清潔に保つこと。二、我らはオスの精神を保ち、日々刻々どこにおいても、戦場に立つ者を心が愛を持つこと。いえ。我らオスの精神を保ち、日々刻々どこにおいても、戦場に立つ者の心が愛を持つこと。三、我らは良き不衛者足らんがため、文武を通じて真義体を鍛えること。一部、二部、三部と分かれる稽古は、夕方まで続く。漢文、英語、割烹などの学習で円満な知性の習得を目指す。でまず、患者の足首をすねの方に投げておきます。で足の甲に 2,3 回巻きましたら、8の字を、数字の8の字を書くような感じで、だんだんこう重ねながら
巻いてきます。主食は麦飯だ。金曜日の夜には館長を囲んで水炊き会がある。寮生たちは館長提出用と自分用の二通りの日記を書かなければならない。金曜日、佐藤森政、早朝稽古で目白コースを走りました。12キロの道のりは大変きつく思いましたが、自分たち新寮生はあまり外へは出ないので、外へ出てみるもの触れるものがとても新鮮に感じられます。家にいた時には何でもなかったことがこの寮に入ってから一つ一つ珍しく思われるのです。ですからこの寮にいること自体が大変貴重に思えるのです。8ヶ月経った。14名のうち残ったのは。
子部の活動も盛んだ。極真空手有段者でもある山本寛斎さんからの依頼で、彼のショーに出演するためトレーニングに励む。第一歩だ。初心者と有段者の力の差を比べてみる。初心者は剣の風圧で髪が反対側に動く。黒帯の場合、突きと引きの速さから髪が手前に引き寄せられる。ろうそくの炎が消えるのも同じ原理だ。死闘で水に浮かんだ岩を打つ。水しぶきが上がり、板が割れずに沈むようでは、そのスピードが遅いわけである。修練の一つとして、このような抜き手の練習方法もある。昇級審査である。初心者が入門すると、まず白帯を締め、次いで青、黄色、緑とクラスが上がっていくが、初段の黒帯一歩手前という茶帯を締めるためには平均1年半の稽古が必要だ。